こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のこのスバコラボガチャがやってきているということで、第1夜第2夜とね、ガチャ100連ガチャ200連ガチャがやってきたわけですが、皆さんそちらの動画はね見ていただけましたか？この動画は、そのね僕の戦いの歴史を見てこなければ、この動画なんでこいつこんなことしてるのかっていう意味がわからないと思うので、とりあえず、このガチャから見始めた方はね、第1夜と第2夜っていうね、200連ガチャの方とりあえず見てきてほしいなと思う。それ見てからここに来るとだいぶ理解力違うんじゃないかな。まあ別にこの動画見てから第1夜第2夜見てきてくれても全然いいんだけど、はい。ということで、今回の動画何するかっていうと、まあもうタイトルとかで分かってるとは思うんだけどね、まあ、改めて説明させていただくとですね、こちら、今回星5キャラ確定で、なおかつ新キャラの出現確率が合計 30% っていうねチケットが、あるんですよ。でこれ僕3枚入手しました。まあどうやって入手したかといえば、まあこれ簡単な話、課金だねそう、課金者限定なんだけど、なんと これらのキャラの確率が 30% になってるっていうとてつもないガチャなんですよ。ほら見てください。まずメグミンの排出率提供割合 22.5%、 爆裂に高いよね。さすが爆裂魔法だぜっていうことなんだけど、であともう一つね、カゴキャラ、カゴのリムル君がなんとね 7.5% ということで、通常のガチャではありえない確率の高さになってるんだよね。で、まあ、第1夜と第2夜までね、見ていただいた、すごく素晴らしい視聴者の方ならお分かりの通りだと思うんですが、ね、リムルは引けてないわけだよね、ここまでやってきて。ということで、僕はこの3枚の確定チケット、星5確定チケットで 7.5% のリムルを当てなければならないということなんですよ。でチャンスは一応3回課金したんで3枚ある。はい、この3枚でリムルを当てる、当てなければ死ぬただそれだけだ。はい、ということでやっていきたいなと思うんですが、とりあえずいつも通りライムメソッドからやってくね。いやーマジで怖え。言うて 7.5% だからな、7.5%、 ちょっと確率計算してみようかな。 7.5% でしょ。どうなんだろう、確率計算出るかな。7.5% を3回でしょ。やべ、起動しね。ちょっと待って、今計算機を起動してるわ。試行回数3回でしょ。あ、 7.5%、 あ、結構確率高い。 20.85%、 20.85 ってことで5分の1だね。5分の1の確率で当てることができる。5分の1か。いやーさ、普通のガチャより確率高いとはいえこれやべえな。 20.85。 高密度のエネルギーを検出しました。まあこれ確定演出だから、あ、確定、星5以上確定だから確実に確定演出出るんだけど、まあね、ピックアップがもちろん確定とかそういうことではないからね、演出によってね確定するわけでは全くないので、いやー、よろしくなのだ、明けおめなのだ。うーわ。ミリムね。正月ミリムね。もう余裕でこの人は貫突してるんで。まあ誰かの養分になることでしょう。はい。ということで2回目いきたいと思います。2回目の 30% チケット。いやー、死ぬー。死ぬるー。いやー怖えー、 20.85。 いやー怖えー。
いやー怖え、 20.85 どうだー、マジで頼む、リムルの声。お前たちに何かあった時には俺も一緒に戦う。俺は仲間を見捨てない。頼むぜ相棒。両特殊結界を発動します。テンペストガーディアン、完璧だな相棒、ありがとな。うわーくそー、今リムルで来たと思ったらこいつかよー。持ってなかったけど、このリムル超ハズレなんだよね、超ハズレリムルなんだよね。うーわーマジかよー、今のさすがにリムルの声だから来たと思ったんだけど、あれコラボ系のセリフじゃないなと思って、ちょっとおかしいなとは思ったんだけど、やっぱりか、くそ、マジかよこのニアミス、マジかよ。このリムルの方が圧倒的に確率は低いはずなんですけどね、マジかよ。いやーマジかよ、すごい油汗が出てる、マジかよ。ラストだね、ラスト、これ最後です。これで出なかったら僕はもう第3夜行くしかなくなる、300連行くしかなくなってしまう。マジで頼むわー、 20.85 仕事してくれー、マジで頼むわー。これで出たらね、次のカズマなりアクアにそのまんまが石回せるんだよねー。いやーマジで頼むわ、マジでリムルさん、マジでリムルさんお願いします。なりわいとし、最強の攻撃魔法、爆裂魔法を操るもの。終わった。マジでめぐみんに爆裂魔法食らわされて爆死したっていう感じだね。終わった。終わった。ということでこれ多分あれだな、めぐみんがこれでなんだ、何突？三突になったのかな？三突じゃないの、二突か。二突？二突かな？本体出て、本体出て、これで一突でしょ？で、配布でもめぐみんあったよね、確かね。あれ、配布で、リムルだっけ？めぐみんだっけ？どっちか。多分めぐみんだったっけ？めぐみんなら、で、課金の分のやつもあるから、これで三突か、多分。いやー、めぐみんか。終わった。これもう300連確定やんけ。300連確定やんけ。なんてこった、マジか。 20.85 外したか。まあ5分の1だからね、 20.85 って言っても。マジか、ショックだな。ということでですね、まあ、かなりとほほな結果ということになりましたけど、まさかのあの持ってないリムルね、あのまさかの誰も使ってない闇属性リムル来るとは思わなかったけど、いやーショックでけえ、久しぶりに300連いくんじゃないかということでね、今回のガチャ結果としては、あれ最初のキャラなんだっけ、あれ、ああれだね、正月ミリムか、正月ミリムだね、晴れ着ミリムと、あと誰も使ってない誰得闇リムルと、あとめぐみんということになりました。いやーマジで怖いね、ガチャっていうものはね。 20.85 も外しましたし、マジで今回ついてないような気がします。はい、ということで皆さん、第3夜300連ガチャでまたお会いしましょう。高評価そしてチャンネル登録もよろしくね、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。